シャルルルナールラ・フランス号、シャルルルナールはフランスのエンジニアである。工学の分野での標準化に貢献し、標準数のルナール数に名前が残っている。飛行船の開発に貢献した。傍受県のダンブレーンに生まれた、シャレー・ムードンの軍用気球研究所で働き、後に所長になった。1870年に、 気球の足したようなロープの太さの種類を減らすために寸法の系列を定め、これはルナール数と呼ばれるようになった。1952年に国際規格 ISO3 に取り入れられた。1877年、シャレームードンに軍用気球研究所を設立した。これは世界最初の航空機の実験設備となった。1879年に飛行船の組み立てと、 収納をするために格納庫を建設した。ルナールとアルチュール・クレブスは飛行船ラ・フランスを製作した。ラ・フランス号は電池を動力源とする電動機で駆動されるプロペラを用いて時速2 4トルで飛行し、1884年8月9日、世界初の周回飛行を行った。23分の飛行で約8キロメートルの飛行が行われた。 この速度記録は1900年に建造された、チェッペリン LZ1 の登場まで破られなかった。ルナールは多くの発明を行った。その中には、エンジンの動力試験に用いられる、ルナール回転盤の発明も含まれる。フランスの初期の航空機研究家、フェルベールの研究に協力した。ありがとうございます。